一つね、生活保護から副業で内緒で金稼ぐ、内緒じゃないけど、一つヒント出ました。本を出版する、大和川ホームレスと、もう一つ副業の本とかね。あ、そうそう、 CD ロムで転売で儲かった話とかね。そうしたら確実に印税が入るでしょ。そっちの方が行こうか。そういうことにしますわ、一応。